ノーベル委員会の内物理学委員会と科学委員会及び経済学委員会が設置されているスウェーデン王立科学アカデミーノーベル生理学医学委員会が設置されているカロリンスカ研究所ノーベル文学委員会が設置されているスウェーデンアカデミー平和賞を選出するノルウェーノーベル委員会が設置されているノルウェーノーベル研究所ノーベル委員会は ノーベル賞受賞者の選定に関わる作業の大半を担当する作業部会である。ノーベル賞の各部門に対応して5つのノーベル委員会がある。ノーベル委員会のうち4つの委員会は、それぞれの賞の授与期間内に設置された作業部会である。これら4つのノーベル委員会は受賞者を提案するだけで、最終的な決定は各機関の会合で採択される。この会合は、 物理学賞、科学賞、文学賞の場合は、アカデミーの全会員から、生理学、医学賞の場合は50人のメンバーからなる、カロリンスカ研究所、ノーベル会議で構成される。5つ目のノーベル委員会は、ノーベル平和賞を担当するノルウェーノーベル委員会で、ある。この委員会は、作業部会でも、賞の決定体でもない、別の地位を築いている。なお、ノーベル経済学賞は、 正式にはノーベル賞の一部ではないため、スウェーデン王立科学アカデミーに設置されている経済学賞の選考委員会はノーベル委員会ではないが、受賞者の選考と決定はノーベル賞に準じて行われる。ありがとうございます。